人気の家庭用鍋つゆを求めて調査に向かったのは夢タウン広島。なんと常設コーナーには50種類以上の鍋つゆがずらり。定番の味から変わり種、飲食店のコラボなど豊富なラインナップ。気になる人気ランキングの前に、まずは今年のトレンドを聞いてみました。この前まで野菜が高騰しておりましたので、こういった簡単にできるもやしの旨鍋や、こちらのキノコの旨鍋というこちらの商品がよく売れている商品となっております。野菜高騰の影響から複数の食材を使う必要のないお手軽な鍋つゆがトレンド。さらにまた年々伸びているこのようなプチッと鍋やこういったミツカンの鍋つゆのミニパックなど、こういった古食の鍋が市場ではどんどん伸びている商品となっております。一人でも気軽に鍋が楽しめる個包装タイプは季節問わず人気なようです。ここからは夢タウン広島、今食べたい人気鍋つゆランキング。第5位はですね、こちらの大小の天下一品の京都パイタン味になります。今年の新しい新商品といたしまして出た商品になります。やはり天下一品ということで広島地区でも出ているお店がたくさんありますので、そういったことを踏まえて5位になりました。今各メーカー徐々にラーメンとコラボした味が出ております。今の市場では豚骨味が一番伸びているトレンドですね。今年発売、名店の味を再現した天下一品の鍋つゆが第5位にランクイン。4位はですね、一富士の監修もつ鍋スープ醤油味になります。こちらは博多で100年続くもつ鍋店の監修した商品になっております。味噌は比較的に寒い時に売れる商品で、まだ気温が冷え切ってないところで一番売れるのは醤油味。こちらの商品は夢タウン出雲限定の商品となっておりますので、ぜひ一度食べてみてはいかがでしょうか。泉グループでしか買えない一富士のもつ鍋のつゆが第4位。第3位は久原醤油から出ましただしを味わうネギしゃぶ鍋つゆとなっております。こちらの商品の特徴はあごだしつゆと鰹節の上品な風味に薄口醤油で味を整えた久原醤油のこだわりのだしつゆとなっております。こちらの商品、今年野菜がとても高騰しておりまして、もうネギだけ使ってできる簡単な鍋となっております。試食販売をしたところ1日100個売れた商品で、すごくとても人気のある商品となっております。売れすぎて在庫切れになるほどの人気ぶり、くばらのあごだしの新商品が第3位。2位はこちらのミツカンのキムチ鍋つゆとなっております。こちらの商品が第2位となっております。理由といたしましては、やはり昔から出ている人気の商品となっておりまして、夏場でもお盆の時でも売れる商品となっております。キムチ味も売れておりますが、今年の新商品となっておりますごま豆乳の赤というのもございます。第7位ということで、すごく伸びている商品とはなっております。第2位は定番のキムチ鍋つゆがランクイン。豊富なラインナップの中には広島を代表する牡蠣の土手鍋、だし道楽といった定番の鍋つゆもありますが、栄えある第1位に輝いたのはこちらです。ミツカンの寄せ鍋つゆとなっております。常に王道で、常に1位の商品となっております。広島店でも、販売数量は1ヶ月500個、売れる商品となっております。で、締めの食べ方としまして、特に、お勧めしたいのが焼きおにぎりの締め茶漬け。こちらなかなかやられたことがない方も多いと思われますが、こちらすごく焼きおにぎりと合う商品となっておりますので、ぜひこちらも試してみてはいかがでしょうか。これが夢タウン広島、今食べたい人気鍋つゆトップ5。今夜はどの鍋にしますか。
さあという人気鍋つゆランキングでしたが、料理好きの木下さんいかがですか。僕はあの1位の寄せ鍋つゆは、はい、木下家でもよく使うやつですね。あ、やっぱりそうですか。ただあの締めの焼きおにぎり、うん、あの食べ方は知らなかったですね、はい、最近あの冷凍の焼きおにぎりとかもね売ってますから、やってみたいです ね。あの新商品続々の中、このランキング見るとやっぱり王道は強いなという感じもしましたよ ね。ただあの夢タウン泉限定のつゆとかもあったりして、はい、そういった楽しみもありますね。そうなんですよ。あの4位のね、泉グループでしか買えない一富士のもつ鍋のつゆが、はい、入ってまして、こういったの、はい、一富士とか天下一品とか有名店とのコラボっていうのも気になりますよ ね。気になりますね。あとやっぱり野菜が高騰しているからこの鍋つゆが人気だっていう、その時代のこの今の流れも反映されてるんだなと思いましたね。そうなんですよ。もやしの鍋とかきのこの鍋とかネギとかね、そういう野菜がメインで、この野菜を複数使わなくてもこれだけでいけるっていうのもありましたね、はい、で今回は11月の売り上げをベースにした集計だったんですが、これからどんどん寒くなっていけば味噌ベースや生姜ベースの鍋つゆが売れ始めるということで、冬の中でも人気にいろいろ変動がありそうです。以上、今生キャッチでした。